田村正和さん演じる古畑任三郎がハンサムかつコミカルに事件を解決していくドラマ古畑任三郎シリーズフジテレビ系1994年の警部補古畑任三郎の放送開始から今年で30周年を迎えたことを企画して5月24日から一挙放送がスタートフジテレビの月曜から金曜午後1時50分からの ハッピーアワー枠で各日2話ずつ放送される。24日には中森明菜さんが犯人役を務めたシーズン1第1話、死者からの伝言と、坂井正明さんが犯人役を務めたシーズン1第2話、動く死体が放送された。画像、圧巻の美しさが話題に、中森明菜さんが犯人役を務めた、古畑任三郎、記念すべき第1話の画像、これまでに、 総集編的エピソード、消えた古畑任三郎を含むシリーズ43話が放送されている古畑任三郎。地上波での再放送以外にも、CS 放送での再放送やフジテレビの配信サービス、FOD での配信もされているが、中にはもろもろの理由から、あまり再放送されなかったり、配信がなかったりするエピソードも存在する。今回は、 そんな現在は見ることが困難なエピソードにスポットを当てて振り返っていこう。古畑任三郎の鉄拳炸裂、赤缶、青かまずは1996年1月31日に放送されたシーズン2の4話、赤缶、青か4月クールのロングバケーションで大ブームとなる前クールに木村拓也さんが犯人役を務めたエピソードだ。DVD やブルーレイのボックスセット。 2022年にデアゴスティーニジャパンから発売された古畑任三郎 DVD コレクションなどには収録されているが FOD では未配信となっている見るのが困難な回の一つである木村さん演じる天神大学電子工学部の研究助手の林が観覧車に仕掛けた爆弾を古畑が解体するというこのエピソードタイトルとなっている赤缶 青かは爆弾に仕掛けられたコードのどちらを切るかを示したものであり、2023年10月に放送されたバラエティ番組、私のバカ狭いし、フジテレビ系、でも赤缶青か「次元爆弾解除2択肢と題した企画を放送。歴代の映画やドラマの次元爆弾解除シーンが紹介される中で、 古畑のこのエピソードも企画に取り上げられたが、その際も再現イラストでの試飲紹介にとどまった。観覧車には、西村正彦、現在は西村正彦、3演じる古畑の部下である今泉慎太郎が乗っており、怖がっている様子はコミカルで面白い。だが、そんな面白さとは相反して、林と古畑の駆け引きは終盤になるにつれて緊張感が増していく。赤間、青かは、 あまりにも理不尽な理由で犯行に及んだ林を古畑が殴るという、珍しいシーンもあるエピソードだが、その様子には今泉を心配する気持ちが滲み出しているような印象を受ける。林の最後の駆け引きにも彼の身勝手さや往生際の悪さが現れており、見事なまでの悪役を木村さんが演じた。木村さんの会演が見られ、古畑と今泉の関係性も珍しく表に出ている回で、 古畑任三郎を語る上では欠かせないエピソードだろう。なお、今回の30周年記念の一挙放送では、予告動画に白衣姿の木村さんの姿も確認できた。貴重な機会になることが期待できそうだ、は、前述の赤か青かに続いて2回目。同じ俳優が2回目の犯人を演じるというのは同ドラマでも他に例がない。そんな珍しいエピソードだけに、 なかなか見ることができないのは、やはり残念だ。他に、津川雅彦さんが出演したシーズン3の後は、古い友人に会う、の回も、近年再放送されなかったり、FOD で決番となっていたりと主張が困難なエピソードだ。また、スペシャル回の中には、再放送されることはあるものの、FOD では現在配信されていない回もある。どのエピソードも、古畑任三郎、 を語る上で欠かせないユニークなエピソードばかりである。もし見る機会があったら、逃がさずに見ることをお勧めする。